菊池勝人と佐々木千秋の言霊アラカルト。だいぶ遅くなってしまいましたけど、はい、この番組を聞きの皆さん、菊池勝人です。新年明けましておめでとうございます。本年もまたこの言霊アラカルトですね、どうぞよろしくお願いいたします。佐々木千秋です。皆さん明けましておめでとうございます。おめでとうございます、はい、番組編成上ですね、ラジオを聞きの皆様にご挨拶させていただきますのは本日になってしまいましたが、リスナーの皆様、本年もこの番組ともども、お引き立てのほどどうぞよろしくお願いいたします。ところで菊池さん、はいはい、お正月は何をして過ごされましたか？はい、孫たちがですね、はい、来てくれまして、あ、いいですね、それでまあ大騒ぎでしたけど、はい、でも明けたばっかりは近くの神社にね、はい、ちょっと参拝に来ました。あ、はい、いいですね、神聖な気持ちでね、また1年を新たに始めようというところ で、ね、はい、はい、私はですね、実家宮城なんですけれども、はい、実家に帰らせていただきまして、家族団らんの時間を過ごさせていただいてきました。はい、いいですね、家族との時間って、いいですね、こうね、ゆっくりした時間ですごく楽しませていただきました。はい、はい、で菊池さん、言葉とか筆跡をお仕事にされていらっしゃるんで、うんうん、年賀状とかは凝ったりされますか？いや、そんなに凝ってなくてですね。あ、そうなんですか。ただ必ず 2,3 行はご挨拶の文章は書くようにしてますね。はい、うん、こうちょっと緊張しちゃいますね、菊池さんに。いやいやいや筆跡あれって思っちゃうかもしれないですけど、そうなんですね、やっぱ一言書いてあるだけでも、うん、もらった時にやっぱり違うから。そうですよね、やっぱりこっちもね、同じようにしたいなと思ってます。はい、私もそうですね、コメントは必ず手書きで、そうそうそう、はい、一言でも二言でも添えるようにしています。うん、はい、今年もですね、こんな二人でこの番組を進めてまいりたいと思っておりますので、どうか皆様よろしくお願いいたします。それでは改めまして、言霊アラカルト、この番組は筆跡心理コンサルタントの菊池勝人さんと、セリフを話すという職業についております私、女優佐々木千秋が、言葉の大切さや魅力、文字を書くことから見えてくるものなどを言霊として皆さんにお伝えしていく番組です。それではまずは菊池勝人さんの略歴をご紹介させていただきます。菊池さんは1953年東京生まれで、大学卒業後大手ゼネコンに入社、国内をはじめ国際事業部の一員として活躍され、そして2004年頃から書かれた文字からその人物を診断できる世界に興味を持ち始め、筆跡心理コンサルタントとして法人様のコンサルティング、講演、セミナーなど幅広く活動を行っていらっしゃいます。ありがとうございます。今年もね、この番組を通じて、ぜひこの筆跡の魅力とかね、言葉の大切さ、こういったものをですね、こう番組の中でお伝えできるようになったら嬉しいなと思ってます。はい、私の会社であるオーライアン、はい、株式会社オーライアンというんですけども、これもともともですね、よろしくお願いいたします。ありがとう。はい、そしてですね、私佐々木千秋もですね、この番組のタイトルにもなっております言霊を大切にしながら、普段は女優として映画やドラマ、そして現在は佐藤製薬さん、リゾンさんの CM にも出演させていただいております。今年はですね、さらにいろいろな作品にもご縁をいただきまして、いいですね、はい、この番組でたくさんご報告していけるように頑張っていきたいなと思っておりますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。それでは最初のコーナーは、言葉の魔法のコーナー。このコーナーは普段何気なく使っている言葉の意味や使い方について、改めての魅力やその影響についてのワンポイントアドバイスを菊池さんの独自の観点で解説していくコーナーです。はい、今回はですね、こんなシチュエーションからわかるその人の心の奥底に潜む思いについてご紹介させていただきます。言霊商事に勤める千秋さん、最近会社のコピー機の調子が悪く、みんな困っています。先日も会議の資料をまとめる作業をしていた A 子さんが、上司に叱られているのが聞こえてきました。そんな時の A 子さんの言葉です。コピー機の調子が悪いから、せっかく早めに仕上げようと思ったのに。はい、で次の日ですね、今度は B 子さんがまたコピーの件で上司に呼ばれました。B 子さんは、これは私の責任です、原因はコピー機ではなく私にあります。まあ、ちょっとこの普通に考えてですね、 B 子さんが正しいというのは皆さんなんとなくお分かりだと思うんですが、この特に A 子さんの回答に垣間見える性格の一端を、はい、B 子さんの回答とともにご説明いただけますでしょうか。分かりました。はい、これはね、はい、組織の中では、はい、
やっぱり責任取らされたくないから、はい、ほとんどの人やっぱり栄子さん的な立場でものを考えるんだよね。へえ。いわゆるだって私悪くないしみたいな。へえ。だからこれって他の責任ですよねみたいなね。はい。で B 子さんの方に対応しちゃうと、はい、私の責任だと全部追っかぶされちゃうかもしれないから、はい、言いたくないんだけども、でも一番伸びるのはこの B 子さんのタイプなんだよね。なぜこういう状況になったのかなってことを自分で考える。自分の責任、いわゆる自分の原因があるかなっていうことを考えていくっていう考え方なんですよ。はい。で社会の中ではなかなかこの考え方をすると損のように思われることもあるんだけども、はい、いやいやそんなことないんですよ。やっぱりうん、人のせいにしていると何か問題が起こった時も正直言うと何にも学ぶものがなくなっちゃうんだよね。確かにそうですね。私知らないもんって言えば逃げられるから。そうですね。その分面積になって楽なんだけど、うん、学ぶものもない。あ、確かにそうですね。その前に確かめとけばよかったかなとか、はい、その前に私が手配しとけばよかったかなとか、うん、いろんなこと考えていくと結構あるんですよ、はい、そうですねあるんですよ、はいね、はい、ところがさ、例えばあなたさ反省することないのって言われたら、これ私じゃないもん、私のせいじゃないもんってみんな言いたくなるんだよ。そういうもんなんですね。でしょ、はいね、でもさその時にじゃあ分かった、このコピー機が動かないよね今ね、じゃあこの前、その前に昨日の、ね、夕方に戻してみよう時間を追って、はい、で今のあなたの知識を持ってこの状態を経験後からするわけだけども、うん、時間を戻してその場にいたらあなたどうするって言ったら、一回ねそういうふうな可能性もあるので一回動かしてみて、ダメだったら手配します、うん、何か用意します、チェックします、うん、セルフチェックのボタンを押しておきます、はい、何でもあるじゃん。ありますね。でそれが分かるということはやっぱり反省点あったわけだよ。はい。ところが反省することないのかって言われたら、ありませんって言うんだよね。そう言いたくなっちゃうんだよ、私悪くないしって。要は自分を原因と考えるってことと、はい、自分のせいだったら違うんだよ。あなたのせいでしょじゃないんだよ。どこに原因があると思う、あ私もあるかもしれません。だから時間を戻すことによって、はい、あこれ私やっとけばこんなこと起きてないなってことが自分でわかるじゃない。そうですね。ということは次からやらなくなるよね。はい、その通りです。でこれが私の責任だと思う人は口に出さなくていいんですよ、はいはい、でもそう思う人はできるようになるんだよね。何か問題が起きるたびに、次だったらこうしようかな、次はこうしようかな。へえ、そうなんですね。ね、はい、それはあんたのせいでしょって言われたら向かってくるじゃない。そうですね。でもさ、今のようにやっていけばさ、じゃあもしかしたら自分が未然に防げたかもしれない。うん。未然に防げたってことはやっぱり原因はあったんだよな。そうですね。うん。ありましたね。そうでしょ。ちょっと時間を置いたら反省点が出てきますもんね。そうそう、うん、だからそれが次からはこの人に任せとけば起きなくなるじゃん。そうです。ということはさ、あなるほどね、この人成長できるでしょ。はい、できます、ね、でもその時にこれ私のせいじゃないしって言ったら、はい、同じものは学べないよね。できないですね。結局どっちが得ですかってことなんだよ。確かにそうですね。得か損かって言ったらこういうシチュエーションの場合、ちょっとね、あのだから A さんの場合は他者原因って言って、はい、他の人の原因に全部かぶせてる。うーん。 B さんの場合はやっぱり自分にも原因があるかもしれないという見方を自分の中に常に持ってる。面白いですね。すごく面白いなと。姿勢も謙虚になるんだよ、はい、あもしかしたら私の気がつかないとこがあったかもしれないって思うだけで、周りが逆に、うん、いやいいよこれ君のせいじゃないよとかっていう場合もあるよ ね。 そうですね。でもこれ私悪くないんですって言ったらさ、そうじゃないだろお前が見ときゃよかったんだろうとかって逆にやられたりしてさ、まあはっきり言うと自分原因で考えるとさ、はい、まあいろんなご褒美って言い方変だけど、はい、結構あるんだよ。ありますね。得るものがすごくわかります。すごくそういうシチュエーションにあったことがあるので。ということはさ、はい、周りみんながさ、うん、自分の原因だって思っている組織があったらさ、はい、すごくいいと思わない？みんな。そうですね。理想的ですけどね、なかなかね。難しいですよね。でもそれぐらい差がやっぱり出てくる。うん。長い目で見ていくと、はい、やっぱり活性化した組織になりやすいでしょ。そうですね。お互いに譲り合うような姿勢でもって、うん。そうですね。まあ、A子さんのタイプの方もたくさんいらっしゃると思いますし、はい、もちろんこう経験を重ねて B 子さんみたいになられる方もねいらっしゃるのかなと思うんですが、まあ、この A 子さんのこの何ですか、今のシチュエーションの場合のちょっと時間を置いたら反省してるっていうことを思ったら、なんかちょっと許せちゃう感じしますよね。一回そのまずいことが起きた時の前に時間を戻してみるんですよ、はい、その時に私って同じ行動してるかなってことですよ。そうですね。そうするとその知識があったら、してないとしたら、うん、そこが自分にも原因がね 100% じゃないよ、うん、はい、でも何パーセントかあったら、それさえやってれば、うん、今のこと起きてないとしたらさ、そう、うん、やっぱりあるよね学ぶことはね、そうっていう風になるでしょ。
その時私悪くないんですよって言ったらさ、それすら考えないじゃん。そうです、その通りでございます。まあそんなことをね、はい、すごく面白い例だなと思いました、この A さんと B さん。そうですね、うん、これきっとリスナーの方もうんうんってちょっとうなずいてる方いらっしゃるんじゃないかなと思います。はい、ぜひですね、ちょっとここの菊池さんの説明もう一度聞き直したいという方はぜひぜひ、なんとこの番組終了放送後だいたいですね、1週間後程度でですね、はい、YouTube に言霊アラカルト再編集映像配信版としてアップされますので、アルファベット大文字で言霊、カタカナでアラカルトと検索していただきまして、ぜひ何回もお耳だけではなくしっかりとご覧いただきながらふむふむとチェックいただければと思います。はい、なおですね、このコーナーでの菊池さんからのアドバイスなんですが、あくまで情報提供としてのものなので、一般的によく使われる言葉や表現から出てくるフレーズなので聞き逃さないように注意していただくとともに、何気なく使われている言葉のこの裏側にあるその人の意識を言葉から探って見極めていくことで、相手とのより良いコミュニケーションに活用していけるのではないかと思います。そしてこれは他人ばかりではなくて自分自身を知ることにもつながっていくスキルなんですが、ね、あくまでこう参考にするものであって断言するものではないこと、くれぐれもご注意ください。いかがだったでしょうか。何気ない言葉や言い方でもその人の心の奥底にある意識が隠れているのかもしれません。まさに言葉の魔法です。次回もお楽しみです。以上、言葉の魔法のコーナーでした。千秋のマンスリーソング。さて、このコーナーは私佐々木千秋のお気に入りの楽曲をかけさせていただくコーナーです。今回はエブリリトルシングさんのグリップという曲を選ばせていただきました。菊池さん、エブリリトルシングはご存知ですか。すいません、すいません。ね、はい、ELT と私たち学生時代の時にはあのアルファベットの文字 ELT というふうによくね言葉として使っていたんですけれども、はい、グループ名を呼んでいたんですが、1996年にデビューをされまして、日本の音楽ユニットです。で、女性のボーカルで、ギターが男性という、はい、すごくいろんな、そうですね、だいたいこの1990年代くらいから2000年代初頭ぐらいまでいろんな曲を出しているんですけれども、今回この曲を選ばせていただきましたのは、うん、まあ、新年一発目ということと、あとまあ、ちょっと大切なものは何だという歌詞が中にあるんですが、はい、この1年ですね、こう日常にね書き消されてしまうようなこう大切なことを改めて一歩一歩こう踏みしめながら頑張っていきたいなと思いまして、いいですね、はい、選ばせていただきました、はい。改めまして、筆跡や言葉の使い方などに注目しておりますこの番組、言霊アラカルト、担当は菊池克人と佐々木千秋です。続いてのコーナーは字は体を表すのコーナー。このコーナーは筆跡心理コンサルタントの菊池さんが文字の書き方によってその心理分析をする際の簡単なワンポイントアドバイスをしていただくコーナーです。菊池さんにはどういった方が書かれた字というのは伏せまして、まさに字だけを見ていただき、こんな字を書く人はこんな性格、こんな特性があるよといった解説をお願いしております。そしてリスナーの方でですね、ご自身の字を菊池さんに分析してほしいという方は、ご住所とお名前をご自分に手紙を出すようにお書きいただきまして、03-3949-3472までファックスをお願いいたします。それでは菊池さん、今回はですね、はい、この番組で初めて取り上げさせていただく字、うん、勝つ、勝利の勝という字ですね、はい、はい、ある方が書かれた勝つ、勝という字ですね。分析のポイントを交えながら解説をお願いいたします。はい、この画面でちょっと見えづらいかもしれないんですが、はい、月という字が左側にありますよね。月、はい、月という字の最初の書き出しのところですね、はい、これはちょっとここでは見にくいかもしれませんが、ついてるかついてないかわからないような書き方をしてるんですよ、この方は。月の、2画目ですね。そうですね、はい、左上のとこですね、はい、これがついてる人もいれば大きく離れてる人もいるんですが、はい、この方はどっちだろうと思うような感覚なんですね、はい、ちっちゃな字にしたらついてるように見えると思いますが、はい、微妙に巻いてます。1ミリぐらい、お、この全体の中で1ミリぐらい空いてます、はい。でこれにて何を表しているかということなんですが、はい、こういう字を書く方って争いごと嫌いなんですよ。へ、争いを避けたい、できれば
人と争いってしたくない。なるほど。というモチベーションがとっても強い方。はい。というふうに今言われてるんですね。へー。で、これは一つ目ね。はい。二つ目が、月っていう字の右の角ね。はい。これ非常に角張った字を書いてますよね。はい。カクンとして、それ以上にちょっと一回こっちへ行ってこういう感じで書いてるんですよね。右にずっと行って行き過ぎたなって感じでこういう感じを書いてますよね。戻ってきてる感じですね。はい。こういう方って結構自分の行動傾向その他についてこだわりがあったり強い信念があって、ある意味ではちょっと変わった行動をしているように見える場合があります。結構誤解を招いたりする場合もあります。でも自分の中にはそういう決まり事信念を決めといてそれに従って行動したいというのがあるんですよ。はい。だからこの2つを見るとさっき最初に申し上げたように最初のところがついてない、はい、言い争いをしたくない、はい、でも自分のこだわりの世界こだわりの行動の世界があるよっていうことで、はい、この2つの面がご自身の中でも一つの葛藤が生まれている可能性もあるし、はい、周りからは争い事したくないっていうものに対していやいや結構自分の勝手な行動する人だねって思われている場合もあります。うーん、要は誤解を受けやすいところがある。でそれに輪をかけてもう一つあるのは、はい、月という字を見た時に、はい、間隔がこれ不均等になってますよね。これ、ね、月と書いたらこう2本やったら普通は同じような間隔で書く場合が多いと思うんだけどこの人はものすごい間隔を空けてますよね、はい、あ、そうですね、日本線の、ね、日本線の間隔をね、はい、でこれってはっきり言えば2本あればいいんだろうって話ですよ。月の中に横線2本いったらいいんだろうと。大事なことは均等にするかどうかじゃなくて2本いればいいんだろうっていう考え方なんですね。はい。これは何かというと自分の感情を結構表に出したい、出しやすい。そうなんですね、うん、あの逆に言えば均等に書いてる人ってこれって均等に書かなくちゃいけないもんだよねって思う気持ちが強いんですよ。これは自分のコントロール、自分の行動をコントロールするのが当たり前っていう人なんですね。でもこの感覚が違う人って、はい、いやコントロールするよりもまず何を感じてどういう行動するかだろうっていう感覚の人なんですね。そっちを重視してる。うーん、あまり翻訳をしないですね。あ、なるほど。思ったことはすぐにこう言いたくなるようなところもあるかもしれない。ストレートなんですね、はい、うん、それと3つ目が、はい、あ、4つ目ね、今度4つ目が、はい、この勝つという字の右側の作りの方なんですがこれ結構伸ばしてるんですよ、はい、払っているところですか ね, ですね、はい、この払いが長いということはこれペンが離せない状態と一緒なんだよね。あ、まだ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 っていう感じで、もうちょっとと、うん、そう、要は一度惚れ込んだものに対しては、はい、なかなかそこからこう諦めきれないというか、要は没頭しやすい。へ、あ、いいなと思ったらずっと没頭してしまう、うーん、というところが、まあ、ある方の特徴と言われてるんですね。なるほど、うん、だから単純にはパッとやめないよみたいな、やると決めたらやるぞ最後までみたいなところがあって、粘り強いんですね。粘り強い、へ、いい意味で言うと粘り強い、はい、悪い意味で言うと、はい、いわゆる木に瓶とは言い難い、あ、すぐには買えないから。でこれはだから両方いろんな言い方があるので一つの特徴をいろんな言い方をしてるだけですから、はい、そうそう、ここで言わなきゃいけないのは、はい、字の特徴を言ってる、字の特徴から分かることを言ってるとしても、はい、これはいい悪いなんか一言も言ってないんですよ、はい、そういう持ち味がありますよねと言ってるだけで、これをどう生かすかってことを考えるのは本人のやっぱりことだろうね、判断することだろうね。そうですね。で最後にもう一つ挙げる言うと、はい、勝つという字の一番最後の力っていう字、はい、この人いきなりここに来て続け字にしてるんですよ。こうやってバーッと。本当ですね。でこの続け字というのはですね、はい、やっぱりさっきちょっとあの感情的なものがあるよって言ったけども、やっぱり情に熱い方の書く字なんですよ。うん、だから人はもちろんアナログだから、はい、感情でみんな左右されてるでしょ、まあ、そうです。そのことを非常に重視してる人です。へー。だから相手が何と言ったとしても、例えば変なこと言ったとするじゃない、はい、そうすると周りであの人こう言いましたよねって手帳に書いてる人いるじゃない、はい、それに対してこの方はいやそうは言っても記録はいいんだけど、うん、なぜ相手がそんなこと言ったのかそっちを考えるのが先だろうってことを考える人です。要は情緒とか、はい、そういった感情を非常に自分でも分かるので、それをちゃんとこうわきまえて自分で知っておこうと思う気持ちがとても強い。うーん、そういった意味では非常に人間味のある方ですよね。そうですね、うん、まあそんなことがねこの字からわかる。あとは比較的大きく書いてますよね、このスケッチブック。いっぱいとは言わないけども相当大きく書いてるので。そうですね、やっぱりね行動的なところあるでしょうね。あ、まず動いてみようぜみたいなところ。ああ、なるほど。そういうところはある。
まず考える前に動けよみたいなところがあるから、こういう人と何かやるときには評論家なんかやってもダメです。一緒に動くってことを考える必要がある。なるほど、そうですね、はい、そういうのがちょっとわかりますね。まあ、じゃあ簡単に言うとそれぐらいはちょっとわかるかなということですね。よろしいでしょうか、どうでしょうか。はい、ありがとうございますじゃないですけど、すごい面白かったです、本当に人によってね、字って全然違うんだなっていうこと。違うね、無意識でもまたちょっと違った無意識っていうのが あったりとか。そうそう、すごく面白いなというふうに今回はちょっと本当にまた改めて勉強させていただきました。ありがとうございます。はい、皆さんいかがだったでしょうか。いろんな方とのこのコミュニケーションを図る上で、まずは己を知るというのも基本の一つだと思います。ただこの筆跡診断、あくまで筆跡からその人の特性を読み取っているだけなので、先ほど菊池さんもおっしゃってましたが、その特性がいいとか悪いとかの判断を行うものではないことをあらかじめご注意と、ね、はい、ご理解とご注意ください。繰り返しになりますが、リスナーの方でご自身の字を菊池さんに分析してほしいという方は、ご住所とお名前をご自分に手紙を出すようにお書きいただきまして、 03-3949-3472 までファックスをお願いいたします。以上、字は体を表すのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングの時間になってまいりました。言霊アラカルト、いかがだったでしょうか。この番組は毎月第2第4土曜日お昼14時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も同じ時間お耳にかかりたいと思います。菊池さん、今回はいかがでしたか。いや、毎回思うんだけど、喋ってるうちに終わっちゃうんだもっともっと喋りたいこともあるんだけど。喋りたかったですか、はい、いや、もう今年もね、菊池さんの分析をちょっとずつちょっとずつ積み重ねて ね聞かせていただきたいなと思ってます、はい、楽しみにしてます。ありがとうございます。はい、はい、そしてこの番組へのご意見、ご質問、ご感想などお便りをお送りいただきますようお願いをいたします。メールアドレス info@plus-vox.com info@plus-vox.com、言霊アラカルトまでお待ちしております。それでは言霊アラカルト、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は菊池勝人と佐々木千秋でした。ではまた次回お耳にかかりましょう。